がもっと腕が隠れてるみたいにした方がいいって言って、こう二の腕って言われるんです。みんなってのは二の腕なんですね。必死に頑張ってます。でもちょっとこう少しは効果が出てると思いません？いや、努力は認めるけどね、二の腕ね、スキヤもそばで来てるノーコメント。ひどいですよ。指揮が決まったら私も呼んでくださいね。考えときます。冷たいやっちゃな。さあ、それでは吉弥さん、はい、あなたは贈与税がかかると
と武士を見たことになるのかなど争いがある恐れがあるからです。争いが起きないようにするにはどういうふうに遺言を書いたらいいんでしょうか。もし遺言者が金銭面でも妻の面倒を見てほしいと考えているのであれば、例えば遺言者は吉弥さんに300万円を遺贈する、このことの負担として吉弥さんは遺言者の妻が亡くなるまで、thank you.
あれ、この辺で出てる。